清水港と豊井港を結ぶ駿河湾フェリーの10月の利用状況がまとまり台風19号の影響で大幅に落ち込んだことが分かりましたフェリーを運営する一般社団法人によりますと10月の利用客と車両台数を合わせた輸送人員は12,423人で 前の年の同じ月を3532人、率にして22.1%下回る結果となりました落ち込みの原因としては、先月12日に伊豆半島に上陸した台風19号による欠航などが影響し個人・団体ともに不調だったということです特に乗用車は1275台と前の年の同じ月と比べて699台 35.4%減る厳しい結果となりました駿河湾フェリーは民間事業者が撤退し6月から県と6市町で作る一般社団法人が経営しています輸送人員の年間目標を20万人としていますが6月からの5ヶ月間で5万6千人ほどとなっていて法人の担当者は達成は不可能に近いが目標の見直しはまだ早いと分析しています